サニーチです。ためになるならなるです。すごい、今日はお鍋をしたいと思います。やったー、大好きお鍋。みんなも大好き。やっぱ鍋だよね。いいじゃん、豚バラだ。やった。これは何？あ、これ紅茶です。紅茶？うん。あ、置くの忘れてた。これ忘れてたわ。はぁ、タピオカ。タピオカ入れるの？ツイッターでバズってたよ。うわ、見た、タピオカ鍋。嘘でしょ。ということで今回はタピオカミルクティー鍋を作りたいと思います。いやだ、普通の鍋がいいんだけど。実際タピオカミルクティー鍋がバズった時にいろいろ見てみたんよ、うん、だけど自分の舌で確認しないとわかんないんだよね。じゃあ具材を簡単にざっと紹介します、はい、まず具材は先ほどご紹介したタピオカ。心配。そしてキャベツのハーフ。あ、キャベツなんだ。白菜とかじゃなくて、はい、そうらしいんですよ。生姜、温まりますね。えのき、お鍋に欠かせません。大根。大根、はいはいはい、お鍋に欠かせません。これも同じ説明ですね、はい、豚バラです。やった、これがあればまあまあ、お砂糖は、うん、お塩、そしてお水も使うんですけど、お水は 1000ml。 ざく切りだもんね。お、なるが大根を切っております。このぐらい細い足がいい。大根足、大根足って言われるね。言われるんだけど、このくらい細くて白い足がいい。わかる。え、大根が一番美脚じゃね？ね、うん、今3つある足の中で大根が一番便利。本当だよ。でも料理って楽しいよね。時間があったらやりたい、ね、めちゃくちゃ時間かかっちゃうんだよね結局。やったとしても後で手際悪い。分かんないけど、私食費を削減できてる気がしなくて料理結局ね、うん、なんかあれ時間とさお金結局無駄にしたんじゃないかないって思っちゃうね。はい、なるちゃん切れました。できました。ね、トマトってミニトマトってさ植えたら生えてくるらしいよ。え、どういうこと？どういうこと？ミニトマト。トマトを？そう、トマト、そのミニトマトを土に植えたら生えてくるらしいよ。でなんか最近海外に移住した昔のアイドルの人が言ってた、うん、テレビで。へー、すごいよね。で、生姜が一かけらだけでいいらしい。え、材料全部切り終わってないねえ。オッケーオッケー。はい、オッケーできました。ということで材料は切り終わりましたので、はい、お水をお鍋に入れて沸騰させたら紅茶と生姜を煮出す、うん、ほー、まずね。なるほど。お水を入れます。で、沸騰したらですね生姜と紅茶を入れるんですけど、紅茶はミルクティーにぴったりなアッサムでいきたいと思います。え、なんかおしゃれ。そこ、こだわるのおしゃれね。これはね、3パック入れたいと思います。今持ってるの4パックですね。光、え、はい、三角形を。あ、すごい、かなりね、茶色いのが出てますね。逆に通っぽいよ、なんかさ、あのお鍋でうち紅茶作ってるんで。でもさ、タピオカ入れるも入れないにしても、うん、なんかさ、隠し味であげそうじゃない？紅茶って。あ、生姜入れるの忘れてた。あ、一緒に入れるのね。そう、一緒に入れるの。生姜把握してるのあれだ。これでジンジャーティーです、今。ね。牛乳、砂糖、みりん、塩を加えて、はい、味を整えます。おお。まず牛乳はですね、100ml でございます。はい。お願いします。みりんが大さじ2。砂糖が大さじ1。うん。おお、はい。と、塩一つまみだったね、確か。はい、一つまみって知ってる？やりたいやつあるの。絶対そうだ。これが一つまみなんです。あ、そうなんだ。あ、これやりたいのかと思った。あ、豚バラと大根、キャベツ、えのきを加え火が通るまで煮ます。そして、はい、お先にタピオカを入れたいと思います。ちょっとね、シロップ漬けされてるやつだからちゃんと甘いやつです。で、これはあの耐熱皿なので、このお鍋の真ん中に。あ、ちょうどいい、いいじゃん。はい、それでは材料を入れてきますか。いきましょう。あ、綺麗。おお。あ、すごい、急にお鍋感。うわ、変な感じする。あの、黒糖の香りがすごいね。あの、熱することによってボワってきてるんだけど、なんか脳が意味わかんないよって言ってる。処理できてない。おかしいな、ちょっと。なんか変な感じするけど、見た目めっちゃ可愛い。よくない？見た目なんか鍋っぽさはあるけど、なんかチーズフォンデュ的な感じで、こうやって確かに、ね、真ん中にあると。あ、ここに豚バラ入れないとだ。入れましょうか。
おお、見えるかな今ね、ちゃんとねこう分けて層になってるんですよ。いいんじゃない。火が通るまで煮ます。そしたらもう完成です。なので火が通るのを待ちたいと思います。入り方やばかったね今。やばかった。やばミルクティーの色に染まっちゃってるよ全部の具材が。でもこれさ、ごま豆乳鍋だと思ってみ、この色。うわうわ、いや待って待って、みんなは感じれないだろうけど、私たちには匂いというものがすごい今ここに充満してるんですよ。あ、じゃあタピオカのさスプーン持ってくるわ、うん、なんか匂いがね、スイートポテトみたいな匂いすんの。スイートポテトの上にこうつけた蜜みたいな匂いがブワーって充満してて、視覚と嗅覚が合ってない。いや待って、でも考えてみたら映えるかもしんないから、ちょっと自撮り撮っとくか。撮っとくか。じゃあちょっとさ、女子会みたいな感じにしてよ。今日はタピ鍋みたいな感じね。そうそうそう、はい、今日はタピ。オッケー、イエーイ、やったー、今日は女子鍋だね。そうだね。え、すごい、タピオカ鍋だ。やっぱりうちらといったらタピオカでしょ。そうだよね、うちらタピオカーズだもんね。ということで今日はみんなでタピオカ鍋。やった、私大好物なの。やったー、ちょっと煮えてきたみたいだから、せーの、ベビタッピーしようじゃん。オッケーオッケー、ベビタッピーでよかった。うん、はい、それではせーの、ベビタッピー。あ、なんかちょっと全然振り付け違ったけどもういっか。いただきますって意味だよ。個性だよね。わかったわかったわかった、ベビタッピー、ベビタッピー。お野菜もそうだよね、たっぷりね、いっぱい食べないと。あ、すごい、すごい、なんかさ、大根の色してない。えのき、待って、えのきがさ染まっちゃってるよ。え、待って待って待って、こんな色になるの。いいな、珍しい。お肉もたっぷり。お肉はまあまあまあ元の色とは、ね、ね、変わんないけどね、うん、トッピングみたいなね。え、キャビアみたい。キャビアなんじゃないのこれ、私たちのキャビアだよ。すごい。え、やばい、映えるね。すごい、見て、じゃーん、じゃーん、完成、タピオカ鍋です。じゃあいただきます。いただきます。見て、肉とタピオカのアスレーション、すごい、すごい。え、どう。それじゃあ私は大根いくよ。硬っ。え、硬い上に見て、大根ダメだ、大根、大根ちょっと熱かったのかな。あ、全然煮えてない、刺さんないもん。大根後回しです。はい、私もお肉いきます。ちょっと待って、タピオカだけ口に含んだけど、タピオカうまいぞ。おー、うわ、待って、キャベツでタピオカを挟んで、あ、おー、地味、どういうことかい。言っちゃったよ。待って、でもね、私お肉食べたんだけど、でも悪くなくない。お肉はね、なんかね、本来のお肉の美味しさを味わえる。お肉本来の美味しさが分かる。薄い、薄いね、味が。タピオカこんにゃくみたいだよ。タピオカ、そう、タピオカ美味しいよ。タピオカは、タピオカね、うわ、これ問題作。お、あー、うん、うまい、これ、うまい、やばい、うまい、やばい、うまい、やば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 い。いや、一気にいきな。一番やばい、これえのき系の、なんかちょっと特徴ある臭みみたいなものを敷き詰めた感じ。なんでだろう、なんかキャベツさ、紅生姜みたいな味する。じゃ、生姜、生姜たくさんある。それだそれだそれだ、生姜の味がついて、しかもちょっと甘いから、なんか紅生姜の味になってる。口の中の水分を全部持ってっちゃうね、ミルク感が。うん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 、あの、多分油脂がすごいんだろうね、牛乳の、牛乳のちょっと油っぽい感じがすごい口の中に残って、うん、だから油っぽい、あの、豚バラはなんか相まってなんかすごいジューシーに思えるんだけど、他のやつとその脂身は合わない。なんで大根こんなに硬くなるん。いや、これはちょっとね、おすすめできませんので、皆さん、あ、興味本位だけで、真似しないようにした方がいいと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。
ごきげんよう。この後食べる料理が美味しく感じられそう。今日もいつなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。